和会の小西博之でございます。我が会派は、ただいまの審議になってかかりました、国会議員の選挙等の執行経費の法案、また、公選法の法案には賛成でございます。で、その上で、関連質問をご用意させていただいているんですが、ちょっと時間の関係上、先に、今、議運委員会の方に付託をされております、歳費の削減法案のことについて、少し触れさせて、伺いさせていただきたいというふうに思います。で、この法案でございますけれども、さまざま各会派の中で問題意識を持たれているものととは存じますが、今日はこの臨戦特の場で尊敬する先輩同僚議員の皆様に、普段の対安倍総理とは違う本来の私のキャラクターでどうか渡辺委員長をはじめ皆様からしっかりとご指導いただけるようにそうした質疑を頑張らせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。で、資料をですね、配布をさせていただいております。後でちょっと触れさせていただきますけれども、この法案でございますが、実は戦後の憲法学を代表するような先生方から、衆議院議員の歳費はそのままで、参議院の歳費だけ減額する、つまり両議員、メンバーの間に差をつけるということは、憲法に違反するのではないかということを、はっきり憲法の教科書などに書かれているんですが、参議院法制局に伺いますが、参議院法制局は、この法案のですね、歳費の減額措置は憲法に違反しないというふうに考えているのでしょうか。参議院法制局、川崎第一部長。お答えいたします。私ども参議院法制局は、議員の依頼を受け、依頼者側の判断に基づいて法律案の立案等を行っているところでございます。歳費減額のための歳費法改正法案につきましても、依頼議員の判断を前提に依頼者側の立場に立って立案したものでございます。そのような立場を離れまして、参議院法制局として一定の判断をお示しするのは適切ではなく、お尋ねの点につきましては国会の審議において議論され判断されるべき問題であると考えております。以上でございます。小西博之君。今、第一部長が答弁いただいた前半はですね、この月曜日に決算委員会で長野法制局長から一言一句、私、会議録手元にあります、同じことを答弁していただいております。依頼者側の判断に基づいて、依頼議員の判断を前提に、依頼者側の立場に立って立案したということでありまして、ですので、この法案の憲法適合性については、われわれ国会議員のこの論理的な追及、とにかくしっかりしなければいけないということであろうと思います。ではちょっとその憲法問題の前に、この歳費に差をつけるということについてのちょっと周辺のことを確認したいんですが、参議院の事務局に伺いますが、憲政史上、両議員のですね、歳費を差をつけたということがありますでしょうか。参議院事務局、岡村事務次長。お答えいたします。昭和22年に国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律が制定されて以降、両議員の議員歳費月額に差異が設けられたことはございません。また、帝国議会当時につきましては、すべての法改正についての資料を持ち合わせておりませんが、議会制度100年史によりますと、旧議員法第19条において、両院議員に共通の歳費額を定めていたとされており、差異が設けられた事実は確認できませんでした。以上でございます。小西博之君。私の配布資料の2ページをですね、ご覧いただきたいんですが、今答弁いただいた議員は100年史のものでございます。上から3つ目の段で議員というのがございまして、帝国議会における衆議院議員、また貴族院議員にあっても歳費には差がなかったということでございます。で、ちょっと私の方から諸外国の例口頭でご報告を申し上げますけど、国会図書館に調査をお願いいたしましたけれども、G20 に加盟国で選挙ですね、イギリスなどと違って選挙で議員を選んでいる公選制の国において、実質的に差異を、法的な差異があるのはメキシコだけでございます。カナダはもう、しました、イタリアも今、わずか数千か数万円の差があるんですが、これ、法令上は同じ金額になっているということでございます。で、ちなみにメキシコは上院議員にが多いんですけれども、州代表の法的性格があるという、一定の特殊性が認められるということであろうかというふうに思うところでございます。では、ちょっとこれの、この憲法との関係についてですね、私の資料、一番初めに憲法の条文を付させていただきまして、でページ番号の3ページをご覧いただきたいんですけれども、これがちょっと私が作らせていただいた本件に関する憲法問題の、はい、すみません、はい、失礼いたしました。
はい、どうも失礼いたしました。4ページでございますね。大変失礼いたしました。で、先ほどの、100年史は、3ページでございました。はい、で、この4ページ以降の資料でございますが、まあ、憲法論点について、まあ、私なりにちょっとまとめさせていただいたもので、ちなみに先ほどの川崎部長に、参議院法制局として何か、専門家として憲法論上ですね、何か課題ありますかというと、いや、特にないと思いますということは、まあ、おっしゃっていただいているところでございます。で、もう大先輩の皆様に言わずもがまではございますが、まず1ページの条文をご覧いただきますと、49条という条文で、両議員の議員は法律の定めのところにより、国家から相当額の歳費を受け取るということになっているところでございます。で、続く前文でございますけれども、この国民の厳粛な信託、まあ、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権は国民に由来し、これは人民のためによる、人民のための政治という理念、考え方を具体化したものというふうに言われておりますが、そこに書かれているところで、その権力は国民の代表者で、この国民の代表者は当然、衆参議院を指すわけでございます。衆参議院は主権者である国民によって、国民の厳粛な信託を受ける、それが我が国の代表民主制であり、国民主権の在り方であるというふうにしているところで、あります。で、ではその次の41条以下の条文でございますが、国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。で、42条、国会は衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。つまり2つのハウスで構成されるものが国会であると。で、その次の43条、じゃあそのハウス、両ハウスは、全国民を代表する選挙された議員、メンバーでこれを組織する。つまり国会というのは、同じ国民代表である衆参議員が構成し組織する、まあ、そういう機関であるというふうにされているというところでございます。で、以上のことをまとめますと、まあ、4ページの私の資料の検討という2番検討というところの両括弧1番、また両括弧2番のところでございますけれども、まあ、2番のところ、すなわち参議院議員は、全国民を代表する議員たる地位において、衆議院議員と同等であり、また国権の最高機関である国会の構成組織委員としての地位も衆議院議員と同等とされているというふうになるわけで、ございます。で、ちょっと先に読み上げさせていただきますと、したがってでございますが、この憲法全文や国会法に関する41条から43条の規定を考えると、参議院議員の歳費を衆議院議員よりも劣後させることは、参議院議員の国民代表者としての厳粛な信託を受ける地位、参議院議員の全国民を代表する地位、参議院議員の国権最高機関である国会の構成組織員たる地位について、衆議院のそれと同等であることを根本的に矛盾し、憲法の定める代表民主及び任政の原理を変容させるものではないかということでございます。で、具体的にここの何を変容させるか、私なりの理解なんですけれども、まず国民の側から見ると、憲法の前文にあるように、代表者を、同じ代表者を選んでいる。じゃあ、何のために国民は選んでいるかというと、憲法の前文にありますけれども、その福利は国民がこれを享受する。憲法13条の個人の尊厳をはじめとする国民のその自由と権利、そして保障し、より豊かな生活人生を、幸福追求権を実現するために国会議員を選んでいるんだと。じゃあ、その国会議員の選んだ国会議員のその歳費は誰が払っているかというと、49条に国庫より支出というふうにありますので、国民が払っていると。つまり主権者国民が同じ代表者で選んだ衆議院、参議院議員に対して、国民から見て、なぜ国会の法律で違う歳費にしてしまうんだろうと。それはなかなか、この代表民主制と国民主権の原理のあり方からすると、国民から見てもですね、まず、なかなか理解が難しいのではないかということでございます。で、二つ目なんですけども、任政の原理を変容というふうに申し上げておりますが、じゃここで、参議院法制局に質問ですけれども、任政の趣旨というのは一般にどのように言われているでしょうか。川崎第一部長。お答えいたします。日本国憲法が採用する公選型の第二院の役割に着目した任政の意義ということでございますが、一般的には抑制、均衡、補完といったことが挙げられております。すなわち多様な民意の反映、慎重かつ公正な審議の確保、第一院が解散等で活動不能となった場合の第二院の補充的役割などがその意義趣旨とされているところでございます。以上でございます。小西博之君。ありがとうございました。今、ちょっと法制局が答弁いただいた任政の趣旨ですね、抑制、均衡、多様な民意、あるいはその
第1の保管、まあ、緊急集会などはまさにそれであるわけでございますけれども、ちょっとその文脈で考えさせていただきたいんですけれども、まあ、例えば、そうか、その前にですね、指示いたしました、今、任制の変容に、まあ、含めて、じゃあちょっと申し上げさせていただきますが、条文で 2ページにですね、49条と51条というものをつけておりますが、これはこの54条、失礼しました、条文で、失礼いたしました。失礼いたしました。条文の1ページのところにあります50条と51条です。大変失礼いたしました。49条と並んで、国会議員の憲法による身分保障の条文と言われているものでございますけれども、50条はいわゆる不逮捕特権でございます。で、51条はこうした国会の中でのこうした演説などについては、民事責任、刑事責任がすべて免責されるという条文でございます。で、この50条や51条も49条と同じく、両議員の議員としか書いてありません。仮に同じ憲法の中で、両議員の議員という文言について、49条については差を認めるということをいたしますと、こうした50条や51条、法律によって差を認めてもいいのではないか。という誤った主張を招いてしまうところでございます。まあ、49条は確かに法律に定めるところにあり、歳費というふうに書いているんですが、まあ、憲法で歳費の金額を決めることができないのは誰も明らかでございますので、ここによる法律に定めるというところは、これは法技術的な意味しかないということでございますので、まあ、そうした憲法そのものが、任制そのものが危なくなるんではないか、あるいは代表民主制そのものが危なくなるんではないかということがございます。で、先ほどの任制の、じゃあ運用の変容というところにちょっと戻らせていただきまして、ちょっと早口で申し上げますが、もうこれは尊敬する先輩同僚の皆様が衆議院との関係で、参議院の存在意義を国民のためにしっかり発揮するために、例えば法案についての十分な審議時間を確保していくこと、あるいは各法について参議院に提出する法案というのを、意義のある法案をなるべくきちんと参議院にも出すということを常に毎回交渉をいただいていること、あるいは衆参の委員会で大臣の出席が重なってしまったときには、ぜひ石田大臣は参議院の方にお越しいただきたいと、そういう交渉をしているということ、また59条の2項に法案についてですね、3分の2以上で再可決がございますけれども、これはなかなか発動していただいては困ると、それはもう参議院の存在そのものに関わる問題ではないかということを常に戦ってきてくださっております。また両院協議会や、あるいは国家基本政策委員会などのこう合同審査会においても、しっかり対等の立場でご議論をしてくださっているというところでございます。で、ところが、先ほど申し上げましたように、国民から見て同じ代表なのかどうか分からなくなる、あるいは憲法上の見てもなぜ歳費に差額がつくのか分からなくなるというようなことをすると、まあ、こうした衆参の任制におけるそれぞれのハウスのこの均衡、あるいはそれ均衡、あるいはその補完関係、あるいは慎重審議といったものが場合によってはおかしくなってしまうのではないかというふうに考えてしまうところではございます。で、また議長や副議長まで差をつけますと、まあ、例えば外交の式典などで、じゃあ衆議院の議長と参議院の議長が、まあ、どちらをおもてなしをするんだ、まあ、外務官僚なんか非常に気にするこのプロトコールといった問題なども大丈夫なのであろうか、まあ、下手をすると開会式を参議院でやっておりますけれども、まあ、そうしたこともどうなんだとか、まあ、参議院の不要論にまでつながりかねないようなことも十分に考えられる。またこれ安保国会の時にちょっとお名前は控えますが、当時の政府関係者の方が、安保法制を9月中に採決をするんだというようなことをおっしゃって、まあ、当時 のお亡くなりになった河野池委員長が、参議院は政府のこの下部機関、衆議院の下部機関でも、政府の下請け機関でもないと。でそれについて、その政府の関係者の方は大変不適切な発言をいたしましたと、陳謝がされているところでございます。ですので、やはり任制、全く対等の権限、憲法が定める予算審議、予算採決の優越などの例を除いては、全く対等 のハウスの関係を、まあ、おかしくしてしまうのではないかという問題意識があるわけでございます。で、私 のペーパーの4ページのですね、1番2の下、まあ、すなわち参議院や参議院議員が国民及び衆議院との関係によって、良識の風どころか、まあ、二党員、二党国会議員となることを意味する、まあ、非常に厳しい言葉ですが、まあ、正直、格下議員とか格下員とか書こうかと思ったんですが、やはり国会のに出す文章としては不適切だと思いました。ただ、実際そのように思われてもしょうがないと申しますのは、歳費削減の法案は衆議院議員、衆議院で採決されるものでございますので、
まあ、彼らが我々に対して我々以下の報酬でいいんだという判断をすることになるわけでございます。ではこうした民主主義や任政との関係の問題に加えて、そもそもこの歳費って一体何かということからも憲法に関する問題を指摘させていただきたいと思います。4ページの両括弧3番でございますけれども、事務総局に聞きますが、歳費の法的な性質ですねについてはどのように考えられているでしょうか。岡村事務次長。お答えいたします。歳費の性格については、報酬とする説と、実費弁償とする説の2つの考え方があります。衆議院における議員歳費等に関する調査会の昭和41年の答申によれば、議員の歳費は全国民の代表たる国会議員がその重要な職責を遺憾なく遂行することについての報酬であるとされております。また衆議院における議員関係経費等に関する調査会の昭和57年の答申によれば、議員の歳費は国会議員がその地位にふさわしい生活を維持するための報酬として受けるものであるとされております。以上でございます。小西博之君。ありがとうございます。今事務局が紹介していただいた資料なんですが、7ページ8ページに、つけております。7ページが41年の衆議院議長の下の調査会で、次の8ページが57年の調査会でございまして、それぞれ今読み上げてくれたところに下線を引いております。すなわち議員が受け取るその歳費というのは報酬であると。実費弁償というのは昔パートタイムで議員をやっていた時代に、別に収入があるんだから実際働いた分だけもらえばいいじゃないかということがかつて大昔ですね、他の国などではあったわけでございますが、我が国は憲政史上同じ額であり、かつ報酬であるということが、まあ、こういう実務の上でも確立しているわけでございます。じゃあ報酬とは何かですが、私の資料4ページで、まあ、議員たる職務に相当する金額というふうにされているところでございます。そうすると5ページをめくりいただきまして、まあ、言わずもがまでございますが、我々参議院議員というのはその職務の前提たる、地位で衆議院と同等であるだけでならず、その職務においても、憲法および国会法などで、まあ、国会のこうした質問権あるいは評決権の全く同じ、権限職責を負っている。また参議院議員と衆議院議員が同じ仕事をしているものがございます。両院協議会、そして私も実はメンバーなんですが、裁判官弾劾裁判所でございます。居並ぶ大先輩の下で若輩の私が入れていただいているんですけれども、弾劾裁判所行くと法廷がございます。まだ私座ったことはございませんけれども、法廷に並んでいる裁判官たる国会議員裁判員で報酬に差がある。じゃあ最高裁の大法廷で報酬に差があるのか、裁判官の間にということで、長官は上ですけれどもあるわけでございまして、国民から見てもまた裁判当事者から見てもまた三権分立元の国会のあり方としても非常に課題が多いのではないかということ、また参議院は緊急集会など過去発動した例もございますけれども、衆議院にない役割を担い、かつ我々は半分の人数で同じ法案を処理しておりますので、歳費を参議院議員が衆議院を下げなければいけない、それが許されるという、まあ、正当性というのはなかなか見出しがたいということではないかということでございます。で続いてこのもともとこの49条の趣旨でございますけれども、まあ、資料の4番でございますけれども、この先ほどの8ページでございますかねのところで、また別の表現でこの報酬の趣旨を述べておりますけれども、国会議員がその地位にふさわしい生活を維持するための報酬、これはどういうことかと言いますと、まあ、国民の参政権を保障する趣旨だというふうに49条は言われているところでございます。そうすると国民から見て同じ権限、同じ国民代表である国会議員になろうとしたときに、なぜ参議院の歳費だけ少ないのか、それで国民の参政権という観点で果たして憲法上の法的な正当性が見出せるのかという課題があるわけでございます。まあ、以上思いついたものを記載させていただいたもので、実は細かいことを言うと実はもっといろいろ出てまいります。いろいろ出てまいります。出てまいりますんですが、私なりの結論としてはこの歳費に額に差をつけることは49条に違反するほかないと思うところでございます。で5ページ学説をご紹介させていただいております。宮沢俊之先生、足部信夫先生、これはもうご存知のとおり戦後憲法学のタイトでございます。まあ、戦後の通説の憲法学を作られた方々ですけれども、その教科書において、根拠が憲法に見出せない以上許されないと返すべき、すなわち違憲であると。でその下は只野先生、これは今の憲法学の大御所の方でございますけれども、両議員の議員が歳費を受けるとしているからしても許されないと返されるというふうにしているところでございます。そこでですね、先ほどの7ページの衆議院の調査会の資料をご覧いただきたいんですけど、7ページ
7ページ、ちょっとこう横にしていただきまして、一番右端のこの調査会の座長のお名前が、実は宮沢俊義先生でございます。自分の教科書で歳費に差をつけることは違憲であるというふうにおっしゃられている方でございます。で、メンバーには元衆議院の事務総長、そして背を引いている佐藤勲先生というのは、日本国憲法を作るとき の実務を担われた方でございまして、続く、8ページのですね、57年のところにも佐藤勲先生参加されて、おりますけれども、41年の佐藤達夫先生と同じく後に法制局長官なども務められた、まさに重鎮中の重鎮の方でございます。で、57年の調査会には、衆参の事務総長、元事務総長も、参加されているということで、歳費に、差額に差をつけるということは、明らかに、国会のこれまでのこの歳費の議論の積み重ねにも反するということでございます。川崎第一部長が衆議院で49条について、いや法律の定めるところにというふうに書いてあるからというようなことをおっしゃっているんですが、それはこういう国会のですね、違憲論の宮沢先生が座長を務められて議論をまとめられたという経緯に照らしてもですね、先ほど参議院としては法制局としては主体的な判断をしないという旨の答弁いただきましたけれども、あまりちょっとよろしくない答弁ではなかったのかというふうに思うところでございます。で、その上で私の思いでございますが、こういう任制や代表民制のあり方に関わることでございますので、今与党の先生方から法案提出という形で問題提起をしていただいているというところだと思うのですが、ぜひこの良識の名にふさわしい、取り組みをいたしましてですね、なんとかあるべき形で、じゃあ、あるべき形といったときにどうなんだといったときに、実はですね、こういうやり方をしなくても、別のやり方ができると。で、6ページをちょっとご覧いただきたいんですが、私なりの代替案で、ございまして、代替案の上には議長官の差がつくのが三権分立に照らしてもおかしいですとか、あるいは石田大臣、衆議院の先生でいらっしゃいますけれども、参議院議員で大臣になられた方は、衆議院議員の大臣よりももともともらう歳費が少ないわけでございます。で、歳費少ない大臣の給料、差額部分は行政から支払っていたことになるんですが、参議院は国会が払わない差額分を参議院の大臣に対しては行政のお金で払っていただくという、誠ちょっとかっこ悪い不思議なことがもう生じるということでございます。で、代替策なんでございますけれども、いろいろ考えて3つあると思いまして、1つはですね、衆参の議員の歳費を一緒に下げるということでございます。これだと憲法に違反しません。で、仮に今、与党の先生方の案で、約 6.8 億円ぐらいの減額をという総額でですね、お考えのようだと受け止まっております。おりますが、仮に衆議院の先生方も全国会議員で下げると、大体月額1万9000円ぐらいになります。今、7.7 万円、参議院議員だけ下げるところが1万9000円になるということでございます。ただ、一言、国会議員の数を増やす、6増、我々は反対しましたけれども、国会議員の数を増やすのは、憲法全部の国民に福利をもたらすためでございますので、国民にとっていいことをしているのになぜ下げるのという根本議論はあろうかと思います。で、対案でございますが、ちょっと時間をしてしまいましたので、2つ目ですけれども、戻したい方が戻していただく。で、我々国会議員は国庫に対してですね、寄付ができない、これ、公選法の寄付禁止の規定があるんですが、平成22年に月割制から日割制歳費の制度を将来変えることを見通して、こういう適用除外を設けてですね、私も返しましたけれども、返した例がございます。こういうやり方をすればいいのではないかということと、あと政党助成法でございます。私、総務省で政党助成法を担当していたんですが、毎年1月に各政党に交付する金額が決まりますが、それを年4回に分けて、年4回請求していきます、政党が。で、請求するときに、本来もらえるはずの額より少ない額を請求をすると、すると、その空いた差額は国庫に戻るはずでございますので、ただ、一定所要の措置が必要でございますけど、そうした案について、その後ろのページに、方に付けさせていただいているところでございます、9ページでございます。以上、すみません、これだけで終わってしまいましたけれども、ただ、本当に日本の民主主義と任制のあり方に関わる本当に大事な問題だと思います。最後に一言、私、2010年に参議院議員に当選させていただいたものでございますけれども、表ではなかなか言いませんが、私は参議院こそ、
本当の立法府であるべきと、で立法府としての、営み、あるいはその姿というものを国民に対して体現しているし、していくんだということに、本当に誇りを持っておりました。国民の命や、あるいは社会のあり方にかかる重要な基本法は、参議院によって作られたりしておりますし、本当にここにいらっしゃる先輩同僚の皆さんによって、われわれは立法府の役割を国民に果たしてきたところでございます。どうかしっかりとご指導を賜りまして、あるべき姿に参議院の姿を導いていただきますようにお願い申し上げまして、私の質問させていただきます。どうもありがとうございました。足立信也君。はい国民民主党の足立信也でございます。小西議員のご講説をこう賜っていてですね、大臣もいつ質問が飛んでくるのか気が気じゃなかったという感じがしておりますが、私、15年経って臨戦読も長く